もしもし。ああ、うん、わかった。こんな時に、どなたからですか？父からだ。今日の夜家族会議をするって。もしかしてあの雑誌の記事の。でもあの記事って本当は、まあ、そんなこと言ってももうどうしようもないことだし、全部俺のせいだから、そろそろ家に行くよ。マネージャー、今までありがとうな。俺がどうなっても、お前には悪いようにしないから。それってどういう意味？今から3年前の2020年、とあるドラマが人気を博しました。そのドラマの名前は半沢直樹。様々な濃いキャラが話題となりましたが、劇中で悪役として活躍した市川猿之助さんがとりわけ大きな注目を浴び、世間にその名前を知らしめました。もともと演技力には定評があり、歌舞伎ではいろいろな役を演じきり、以前にも様々なテレビドラマに出演していましたが、半沢直樹以降は様々なバラエティ番組にも出演し、さらなる人気拡大につなげていきました。しかし、そんな猿之助さんに2023年の5月、突如暗雲が立ち込めることになります。猿之助さん、これ見てください。どうしたんだいきなり。雑誌？一体何が書かれて。猿之助さん、これってめちゃくちゃやばいんじゃ。その雑誌に掲載されたのは、主に猿之助さんの地帯の内容だったようです。猿之助さん、まもなく本番です。ああ、やっぱ緊張するんだよな。意外です。猿之助さんほどの方でも緊張なんてされるんですね。そりゃするよ。これはどんだけ経験積んでも変わりないから。なあ、ちょっと緊張ほぐしてから、俺にキスしてくれないか？はい？いや、冗談ですよね。そう言って緊張ほぐそうとしてるだけですよね。いやいや、本気だけど。なあ、いいだろ？頼むよ。一回だけでいいから。俺の担当なんだ。俺が最高の演技をするためにサポートするのがお前の仕事だろ。そういうのはちょっと、すみません。俺にそんな態度取るんだ。お前、俺の担当から外すから、覚悟しとけよ。このように、女性スタッフに対しては、相手が嫌がるような性的接触をたびたび強いていたようです。さらに、性的対象はどうやら、女性だけではなかったようです。いやー、お前ってやっぱり可愛いな。もう見れば見るほど可愛いよ。師匠、どうしたんですか？一体何よ。これも稽古の一環だよ。ほら、歌舞伎って女方も演じないといけなかったりするだろ。だから女として、男を愛する演技にリアリティを持たせる必要があるんだよ。なるほど。勉強になります。これも演技です、いいよね。さあね、弟子は師匠の言うことを聞くもんだぞ。このように、気に入った男性にも女性同様の過度なスキンシップを取っていたようです。あ、まさか、マスコミが。イルス使った方がいいのか、こういう時。とりあえず誰かを確認して。なんだ、父さんと母さんだったのか。安心したよ。猿之助、ちょっと家族で話をしようか。二人とも迷惑かけてごめん。ああ、なんかいろいろ疲れた。猿之助さん、やっぱりダメージが相当大きいみたいですね。大丈夫ですか？ああ、ごめん、心配かけて。今後のことはまだ家族で話し合っていろいろ決めるつもりなんだ。それで、今日はお前から話があるってことだけど、わざわざ個室のところに行くってことは、周囲に知られたくないことか？ええ。周囲だけじゃなくて、正直、ちょっと猿之助さんにも知られたくないことなんですけど。なんだよ、それ。もしかして、俺が嫌いになったってこととか？確かにそれは相当ショックだけど。いえ、別に嫌いになってませんし、そういった話じゃないんです。ちょっと小耳に挟んだことなんですけど、どうやら雑誌があの記事を掲載したのは、ある目的があったって噂なんです。あ？なんだそれは。実は、とあるところから圧力がかかったってことなんです。え？どこから？それが、ジャニーズ事務所みたいです。はぁ？なんでそんな事務所が圧力をかけてくるんだよ。ジャニーズとは一切関わり合いがないし、俺がジャニーズに一体何したって言うんだよ。デマだろ。俺もそう信じたいんですけど、
猿之助さんに何らかの恨みとかで、とかそういう話ではないようなんです。ジャニーズはジャニーズで今大変な状況で、それが大きく関係しているみたいなんです。あ、もしかして前社長がやらかしたあの騒動か。その通りです。そのことが発覚してから、業界の事務所の権威はかなり落ちてしまっていますし、まだ余罪があるのでは、と現在も予断を許さない状況であるのは間違いないと思います。確かにジャニーズの報道から俺の話、タイミング的に悪すぎるし、うまくできすぎだとは思ってた。ジャニーズの件がなかったら、こんな大きく報道されることもなかったのかなって思ったりもしたよ。確かにジャニーズの報道以降、ハラスメント系はゴシップ記事のトレンドになっているところもあるので、それに乗じた記事だということも言われているんですけど、実はジャニーズの不祥事の目線そらしの意味もあったようなんです。あ、つまりはこれ以上追及されたり、悪評を広げられないようにするために俺を身代わりにしたってことか？何の関係もない俺を？猿之助さんは、ドラマやスーパー歌舞伎セカンドの件でもかなりメディアに出てる歌舞伎役者の一人です。ですから、失礼な言い方をすると、マスコミの格好の的になると思ったのかもしれません。くそ、確かに俺も落ち度はあった。でもそのために俺が利用されたってなると、正直納得がいかない気持ちが強いよ。俺や、澤瀉屋も馬鹿にされているような気がして、それが正直悔しい。すみません。猿之助さんがそう思うだろうなということは分かってはいたんですけど、それでも俺の胸の内に留めておくのもどうかなって思って、やっぱり伝えるべきじゃなかったかなって後悔してます。マネージャーが気にすることはないよ。言ってくれてありがとう。そもそもだけど、もともと俺がしっかりしてたらこんな事態になってないから、全部俺の責任だと思ってる。なあマネージャー、俺はお前に感謝してるからな。どうしたんですか、いきなり。いや、なんとなく言ってみたかったんだよ。ただそれだけだから。そうですか。猿之助さん、何か変なことを考えてません？いや、別に。そうですか。それならいいんですけど。さてと、今後どうしていくかを話し合おうって思う。猿之助はどうしたいって思ってる？俺の気持ちは、正直まだ固まってないけど、何があっても歌舞伎を続けたいし、澤瀉屋を存続させていきたいと思ってるのかな。時間はかかるかもしれないけど、正直そんな感じ。なるほど。お前の気持ちはよくわかった。じゃあ、俺と母さんの気持ちを伝えようと思う。お父さんといろいろ話しちゃったけど、私たちとしては生まれ変わろうって思ってるの。それは澤瀉屋を潰してまた一からってこと？そんなこと本当にできるの？でもそれくらい思い切ったことしないといけないかもしれないな。いや、俺たちが考えることは全員他界してという意味だから。は？ちょっと待ってくれよ。いくらなんでもそれは なんでだよ。他にもいろいろ道はあるだろう。お前な、相変わらずことの重大さが分かってないな。ただ澤瀉屋が潰れるだけならまだいい。他の屋号にも調査が入り、迷惑がかかってしまったらどうするんだ。それは、歌舞伎界は様々なことが暗黙の了解で成り立ってきたところもあるんだ。それが全部白日のもとにさらされたら、下手すると歌舞伎界全体の衰退になりかねないことなんだぞ。もしそうなった場合、その責任はどうやって取ればいいんだ？生きながら償う方法なんてないだろう。お前はその重荷に耐えられるのか？それにな、俺たちはお前にそんな大変な思いをさせたくないし、そんな姿を見たくないんだ。このまま生きていても、生き地獄の道を歩むことは目に見えてる。それならいっそのこと。猿之助ならわかるでしょ？どれだけお父さんが猿之助のことを愛していたかってことくらい。俺が猿之助襲名の時も、各所に俺のことをお願いして回ったり、襲名してからもいろいろ声をかけてくれてたし、
気持ちはわかってるつもりだよ。でも俺だけならまだわかるけど、二人もなんて。この判断は世間から絶対に認めてもらえないことかもしれないし、この世から逃げたって批判を受ける可能性だってある。それでも、お前のことが大事だし、お前だけに責任を負わせるつもりもない。それが親の責務だと思うからだ。父さん。だから、家族全員で生まれ変わろうと思って、俺と母さんで決めて。うん、わかった。正直俺も、その方がいいんじゃないかって心のどこかで思ってた。さすがに父さんと母さんを巻き込むことは考えてなくて、俺だけでもって思ってたんだ。そうか。いろいろと認識が甘かったのもあるけど、俺なりに歌舞伎界に貢献しようと全力で頑張っていたんだけど、俺が今までやってきたこと、すべてが無駄だったんじゃないかって思ってて。前にもそういったことを伝えたけど、その気持ちがどうしても消えないんだよ。そんなことない。猿之助は今まで周囲の期待に応えようと、いろいろやってきたじゃない。でもその結果が今なんだよ。そう考えた時に、俺のこれからの存在価値って何なんだろうって。歌舞伎界にもいられないだろうし、生きる目的を正直見失いかけてた部分もあるから、人生リセットするっていうのも悪くないなって思ってる。猿之助。そうか。わかった。じゃあせめて楽にあの世に行けるようにこれを使おう。ん？これは薬？睡眠薬だ。一度に大量に服用すれば中毒で他界できる。え、こんなものをどこで？病院とか？市販では販売されていないのは事実だけど、病院が危険なものを大量に出すわけないだろう。まあ、でも提供してくれるところがあったと思っててくれたらいい。そっか。でもやっぱり二人を巻き添えってするのはどうしてもきついっていうか、もう決めたことだから。この薬は俺たちが先に飲む。お前は後から飲んだらいい。猿之助、いつまでもお前は俺の愛する息子だからな。猿之助、先に行ってるから。うぅ、父さん、母さん。この睡眠薬は誰が入手したのか、そしてどこから入手したのかはまだ明らかにされていない部分がありますが、体の状況的に家族全員自ら進んで服用したようです。父さん、母さん、ごめん、俺のせいで。俺ももうすぐ行くから。はあ、遺書はかけた。俺がいなくなってもマネージャーは。どこで薬飲もうかな。どうせ他界するなら、いっそのことあの場所で。芸能人がクローゼットで命を絶つのって結構多いんだよな。俺もそれに習って。父さん、母さん、こんな俺のために命を無駄にすることなんてなかったのに。ごめんな、マネージャー。お前だけでも幸せになって。あれ、猿之助さんいない？確か今日が家族会議の日だったはず。気になって家に来たけど、話し合いが終わってどっか出かけてんのかな。あれ、ドアが開いてる。じゃあなんでチャイムをしても誰も出ないんだよ。嫌な予感がする。その後、マネージャーは両親の遺体を発見、そして意識を失った状態の猿之助さんを発見。すぐに救急車を呼んだようです。猿之助さん、大丈夫ですか？ああ、そうか、お前が俺を助けてくれたのか。そうですよ、すごく心配したんですから。なんか気になって家に行ってみたら案の定でしたよ。そっか、俺は助かっちまったのか。なんでそんな言い方なんですか。せっかく助かったって言うのに。発見が早くてよかったです。もし遅かったら。ああ悪い、お前のおかげで俺は生きてるよ。それで両親は？俺が発見した時はもう手遅れだったようで。そっか、ダメだったか。その後、症状が軽いと判断された猿之助さんはすぐに退院し、警察の取り調べに応じています。では、その時のことを教えてもらえませんか。まず二人が睡眠薬を飲んで、俺も後を追おうと。ふむ、両親は本当に自ら薬を飲んだ感じですか？そうですけど、何か不審な点があるんでしょうか？いや、外傷もないですし、強引に飲まされた形跡もない。というより、
あれだけの量を飲ませるというのも無理があるとのことですし、猿之助さんの話の信憑性は高いと思っています。ただ、家の中から猿之助さんが書いた遺書みたいなものが見つかって、ああ、あれを見たんですか。まあ、現場調べるのは当然ですよね。その遺書の中に、猿之助さんの財産を愛するマネージャーに譲ると書いていたようで、それが少し引っかかるんです。ああ、俺が両親と確執があって、それで手にかけてしまった。でも罪の意識に耐えかねて、俺も後を追おうとした、みたいな。まあ、両親が睡眠薬を飲んでから遺書を書いたとか、いろいろ推測はできるんですけどね。でも気になったのは、愛するって文言があったことでしょうか。あれはどういった意味でしょうか。いや、そのままの意味ですけど。愛する人に向けてメッセージを書いた。ただそれだけのことです。俺も旅立つつもりでしたから、別にバレてもいいかって思ってましたし、あいつに連絡もなしに旅立つことへの釈罪の意味もあります。何か問題がありますか？俺としては何も問題がないって思ってるんですけど。なるほど。まあ、性的思考にまで色々と言及するつもりはありませんし、興味本位で聞いたことをお許しください。でも、一家心中なんて、なんでそんなことを考えたのでしょうか。そうですね。正直、俺の弱さが全てのことを招いてしまったと思っています。なるほど。具体的には？俺はあの記事が出た後、正直自暴自棄になっていました。それこそ他界を考えるくらいに。両親は、もしかしたらそんな俺の気持ちを見抜いていた部分があったのかなって今になって思います。それで、猿之助さんに付き合ってって気持ちだったんでしょうか。普通の親なら、まずそのようなことを考えることを全力で止めるかと思いますが、それは、家族じゃないとわからないところがあるというか、そういった結論に至るまでの経緯とかは、他人に説明しても理解は難しいんじゃないかと思います。そうですか。でも、あくまで刑事としてじゃなく、私個人の意見ですけど、本人の猿之助さんが生き残って、両親が他界した。失礼かもしれませんけど、皮肉に感じます。ええ、俺もそう思います。それに、俺も両親の気持ちを止められなかった。俺がやらかしたことですし、あの世に行くのは俺だけでよかったんです。俺がちゃんとしておけば、両親は今でも生きていたはずです。その話を聞くと、猿之助さんの気持ちを変えることができなかった両親と、両親の気持ちを変えることができなかった猿之助さん。親子ってやっぱり似た者同士なんだと感じます。こんな状況になって思うことは、家族全員考えが間違ってたんですよ。何としても全員生きるという道を選択すべきだったし、自ら命を絶つことなんて考えちゃいけなかった。それなのに、猿之助さん、混乱する事情はわかりますので、少し落ち着いてください。でも、こういった状況になって言うのはおかしいかもしれないけど、俺はまだ恵まれているかもしれないです。まだ俺を愛してくれるマネージャーがいますから。そうかもしれませんね。今日はこれで終わりですけど、また後日、お話を伺うことになると思います。わかりました。とりあえず今はマネージャーに会いたいです。この一連の出来事はまだまだ不明点が多く、今後の調査でいろいろなことが分かってくると思います。ただ歌舞伎って独特な世界だから、調査を進めていくとまた今後いろいろなことが出てくるかもしれないな。そうですね、歌舞伎界でもトップクラスにインパクトのある出来事でしょうから、世間からも注目度も高いと思います。今後も展開は要注目でしょうね。